皆さんこんにちは、エニシチャンネルです。今回は新しくオープンしたパン屋さんをご紹介したいと思います。場所は横浜市営地下鉄グリーンライン都築ふれあい農家駅、徒歩3分の閑静な住宅街にあります。2022年4月16日にオープンしたプロフーモさんです。それではお邪魔してみましょう。これチョコレートかなんか昨日から出てるんですね。昨日からホワイトとブラックが出てるんですけど、今日はブラックのみで。うん。第2日で昨日は販売されました。そうなんですね。小麦の種類がやっぱ多いですね。それでもだいぶ、あ、絞ったんですかこれ。そうです。これはなんか引っ付けてるんですか。いや、これも乗ってるだけ。あ、乗ってるだけですか。はい。ああ、動くんですね。この重さで、そこそこ安定はするので、その分、あ、そうですね、上からこう、なんか取る感じ。これって結構邪魔じゃないですか。うん、いや、邪魔とか思ったもんね、普通じゃないですか。これ、多分高いから、無理なのかもしれないですけど、いや、本当に今、シェフが普通にシャ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 やってるの見て、あれ、これ、めちゃくちゃ便利ちゃうんと思って。あのインスタグラムとかでシェフの言葉ですかね、心を込めて魂を込めて、あれめちゃくちゃちょっと感動、まあ、感動するわと思って。あげてるやつがなんか、あ、シェフじゃないですか。俺じゃないですか。あ、シェフじゃないですか。これあのプロフィールかな、プロフィールに、はい、魂に情熱込めてる文言がある。はいはい。これを引用してます。いや、あれね、正直ちょっと恥ずかしいじゃないですか、今時。そう最初何回かちょっと恥ずかしかったんですけど、いやでもシェフ、それでも恥ずかしさを押してでも心込めてるんやなって伝わってきて、もうなんかあのフレーズが好きになっちゃって。
成功の秘密。なんすか、水蒸気。はい、水蒸気で、たっぷり食べてます。すごい。はい、少々お待ちください。もう終わりだ。じゃあおられてます。嫌いな人がいない。殿下の方向。あともう一発を。バターと粉糖と、なんか小麦が残るというか、サンドイッチ食べても小麦が残る。なんかソーセージの味とか、あのハーブとかその辺が来てから最後小麦でドーンって、なんていうんですかね、包まれるというか、そういうバケットにしたくて。